ちら東海地方はどんよりでございますと、うん、ですね。皆さんいかがでしょうか。はい、何がどんよりしてますでしょうか。何がどんよりしてますかね。どんよりしてないですかね。してるかもしれない。はい、うちのトップ社長と、はいはい、まあ、出かける一緒に出かける機会があってです、ね、うんうんうん、今でもカバン持ちしてるので、うんうんうん、で岡田司夫さんの人生の法則という本の中で紹介されている欲求の4タイプ、うんうん、であそこで紹介されているのは、うん、目立ちたいっていう注目型、はい、うんうんうん、勝ちたい、支配したいっていう指令型、うんうん、人生には法則があるはずだ、うんうんうん、それを突き詰めたいっていう法則型、うんうんうん、いや違うと、うん、理想に向かっていくべきだ、うん、理想が大切だっていう、うんうんうん、理想型、理想型の4つがあるよ、はい、で僕は注目型だと思っていたんですけど、うんうん、あ、勝ちたい、はいはいはい、まあ、このタイトルだけ見ると自分は注目型かな、はい、って思ってた、ずっと思ってた、うん、でもあんなやる必要ないと思ってて、うんうんうん、で注目型に、うん、だと思ってたんですけど、うんうん、いざやってみると、うん、指令型、はい、勝ちたいだった、うんうん、っていうので人生を振り返ってみると、うん、あ、なるほどねと、うん、すごい合点がいくと、うん、常に勝つために僕は動いてきたと、勝ちたいっていう欲求が、そうで、うん、勝つために、うん、多分マジョリティのところに行くわけじゃなく、うんうんうん、みんながそっち行くならこっちみたいな、うん、勝てそうな方向だからもう逆張り、うんうんうん、理想のない逆張りを、うんうん、あ、ずっとしてたなっていうのが思い浮かぶんですね、はいはいはい、分かる分かる、うん、で分かった上で、うん、その社長と話をしていて、うん、日本で、うん、これ誰が一番の勝ちって誰ですかね、うんうん、っていう問いをしてみたんですよ、はいはい、そうすると、うん、うちの社長は言うわけですよ、うん、日本は、まあ、株式会社日本だからね、うん、誰が偉いとか勝つとかそういうのはないんだよ、はいはい、誰もそれに気づかないんだよねみたいな話をするんですね、うんうんうん、あ、株式会社日本、なるほどと、うんうんうん、利益だねと、うん、株式会社ってことは、うん、合点が言ったんですね、うん、でこのなんて言うんでしょう、価値を探してバーって探っていくと、うん、芯がないですねって僕は話をしたんです、うんうん、要は玉ねぎみたいに、うん、その核があるはずだと、どこかに、うんうん、真の勝者、うん、勝ちはどこだと、一番の勝ちはどこだと、うん、でバーってめくっていた時に、うん、あら、何もない、うん、何もないですねって、うん、って思ったんです、はいはいはい、そうすると、うん、まあ会社だからそうだよと、うん、で一番君はね、うん、一番強い会社って何か分かるかいと、うんうんうん、それはそのトップがいない会社が一番強いんだよと、いや、トップっていうかその、うんうん、決める人がいない、うんうんうん、っていう会社が一番強いんだよ、うんうんうん、っていう話をしていて、うん、ああ、それ日本っぽいと、まあその日本っぽいというか、はい、待ってた君を待ってた、人類がそうですよね、というと集合体じゃないですか、人という集合体ですよ、はい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 、なんかこう誰かが勝ちでもなんとかなるんですよ、何の影響も、そう、もう本当ね、リュウちゃんのニュースがこんなにさっとなくなるかっていう、うんうん、はい、だからどっかの誰かが、まあ、それがこう、まあ、総理大臣でも多分そうですよ、はい、違うトップがパッと来るだけで、はい、こう日本自体は何の影響もないし、世界で考えたらもっと何の影響もないしみたいな、そうなんですよ、うん、すごい、で、例えば、まあ、お薬の問題あるじゃないですか、はい、この現在、うんうん、皆さんに打ちましょうねっていうお薬の話、はいはいはい、うん、で例えばこれって国が進めてますと、はい、で TBS ラジオとかってあるじゃないですか、うん、はいはい、TBS、はい、で僕はどっちかっていうと、うん、政府に対して批判する局だ、はい、うんうんうん、と思ってたんですね、うんうん、そっていうことは、うん、そのお薬に対しては、うん、国が打てって言うなら、うん、ダメだって言うと思ってたんですよ、うんうんうん、そうすると、うん、あそこはみんな打てって言うんですね、うん、で、うん、ああ、なんて言うんだろう、うん、これ誰かが命令してるわけじゃないんですよね。あ、そうですよ。誰も命令してないんですよ。世の中の流れですよ。美人投票ですか。美人投票。あ、要は、うん、人が美人、うん、この中で誰が美人かをやるときに、うんうんうん、人は自分が美人だって思う人に入れるわけではなく、うんうんうん、
周りがそうこの人がみんな美人って言うんだろうなっていう人を美人って言うんですよ、はいはいはい、あまあでもそんな感じじゃないですか、まあ、テレビ局とか、はい、マスコミは要は視聴率が稼ぎたいわけじゃないですか、はいはい、大きく逆張りして大きく稼げるならそっちに行くかもしれないけど、はいはい、なんかそっちに乗っかるんだったらそっちに乗っかっといた方が結局流行り病流行り病の疫病、はい、ニュースとかが多いのも、はい、視聴率が取れるからだっていう、ああ、うん、なるほど、うん、で今日お話ししたかったのは、うん、その岡田斗司夫さんは動画の中で、はいはい、僕が使ってるのは、うん、人は何に、うん、何を思い、うん、っていうのを見て、うん、なんか人を操るために僕は使ってるんだ、でみんなも使えるよっていう紹介の仕方なんですけど、うん、僕の中ではなんかその自分の気づきの方が大きかったんですね。あ、自分はこのタイプ、あこのタイプで結構 見誤ってた、うんうんうん、表層部分だけを取り上げて、うんうん、あ僕は目立ちたい目立ちたい、はいはい、うんうん、そうだねと思ってたんですけど、うんうんうん、掘っていくと、うん、どす黒い僕が見つかったんですね、うん、人に勝とうとしている僕、まあ、勝とうっていうのをどす黒いとは違う気はしますけどね。そうなんですかね、うん、要はこれって僕じゃあ君はずっと人と競争し続けるのかいっていうっていう、まあ戦いにはなりますけど、はい、まあなんか進歩するとかっていうのにはある程度の競争みたいなのは必要だったりするじゃないですか。で今日この来る時にですね、うんうんうん、なんか思いながら、うん、そのまあタイプ論いろいろありますよ、うんうんうん、血液型から始まり、はいはい、まあ星座もそうですよね、うん、で16タイプ、うん、MBTI、うん、エニアグラム、うん、とあってエニアグラムは一応その君が進む方向はこっちだよっていうのは出してるんです、うんうん、まずその健全度を高めると進む方向のタイプのいいところになってるみたいな、うんうん、まあなんかこうエニアグラムって結局とらわれですよって話じゃないですか。タイプっていうのはあなたのとらわれですよって、はい、よくないところだって言ってるだとすると、はあ、僕のこのなんて言うんでしょう、うん、勝ちたい病、はいはいはい、もう、うん、実はそれなんじゃない。勝ちたい病でいくと3じゃないですか。ってとまあどこでも僕そうだと思ってるんですね。勝ちたい病、勝ちたい病というか要はあ、まあうん、いや引い出たい引い出たい、まあね、引い出たいですよね、はい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 、なので、うん、多分どこのタイプもそれをやってるわけですよね、うん、まあ、引い出たいって囚われですよって話ですよね。そう引い出たいなのか、はい、要はどこで突出することで、うん、でも生き残りの生存、あ、そうですね、戦略、生存戦略ですよね、うんうん、はい、で考えた時に、うん、これはこの4つの法則をどう生かせばいいんだろうね、うん、要は、うんうんうん、その生きづらい生きづらい、だから多分エニアグラム的にいくと、はい、勝ちたい勝ちたいは良くないですよって話ですもんね。そう思うんですよ、そう思うんですよ、うん、勝ちたいばっかりじゃないですよ世の中は。そう思うんですよ。で理想だったら理想ばっかりじゃないですよ、はい、みたいな。で、うん、岡田斗司夫さんの、はい、その人生の法則という本では、うん、アンパンマンの歌が出てくるんですね、はい、歌います。隊長、何が、ん、何が君の幸せって、あれ出だしを聞けば思い出しますね。何が君の幸せ、はいはいはい、あれね、うん、2番なんですよ。アニメの主題歌で歌われるのはあれ2番なんですね、うん、あ、2番から歌われてる、はい、要は2番だけが歌われるんです、うんうんうん、何が君の幸せ、うん、何をして喜ぶ、分からないまま終わる、うん、そんなのは嫌だと、うん、すごいね哲学重いんですよ子供に対して急に重い歌を歌うんですけど、はいはい、でもこれ実は2番、はいはい、じゃあ1番、うん、言いたいのは1番ですよ、はい、1番何を歌ってるのか、うんうん、何のために生まれて、うん、何をして生きるのか、うん、答えられないなんてそんなのは嫌だと、うん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 、っていうのに対して、うんうん、岡田さんはいや我々は受け取り、うん、考えて、うん、真似して伝えるんだと、うん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 、っていう一応回を出してるんですね。はいはいはい、偉い、うん、ねインターネットで調べてもね、うん、幸せになるのは何かって出てこないですよ、うんうんうん、これですって言ってるのはない。お釈迦様ぐらいじゃないですか。なんかお釈迦様はその仏典の中では言ってるんでしょうけど、はい、じゃあその仏典を紐解けるかっていうのは、はい、
なかなか難しいですよ、ね、なかなか難しいです。特にこの末法時代、はい、あのお釈迦様が死んで3000年以上経っている世界ではもう、はいはい、お釈迦様の神通力が通じないんですよ、はい、っていうのが仏教の教えっていう中で、はい、この欲求は分かったと、うん、で二等兵は日本の中で何どうやって幸せになろうって考えた、はい、じゃあ日本の中でトップになればいいのか、うん、で探してた時に日本にトップはないんですね、うんうんうん、もう向いても向いても核は出てこないんですよ、うんうん、巧妙に分散されていて、うんうん、それぞれが好きなように生き、まあ、それがいいんでしょうね多分。そういう、まあ、なんか人類がそういう先祖性依存戦略じゃないですか。こう一つの個体ではもう弱者ですよ、もう誰にも勝てないです。誰にも勝てないですよ、はい、もうアマゾンの奥地に一人ポツンって取り残されたらすぐ死にますよ。地獄ですよ、はい、はい、っていうのがこう集団になって何とかしようみたいな。だから集団で生き残る戦略を取った。そうなんです、うん、そうなんです、うん、集団で生き残る戦略を取ってるんです、はいはい、っていう中で、うん、じゃあこの隊長がなったタイプは何でしたっけ、はい、注目ピンときてます。注目もまあピンとはきてるっていうか、はい、やってる節はあるというか、まあまうん、あのどのタイプも持ってるとは言われます、はいはい、でこの法則型かもしれないとか、はい、だけど法則型だけど注目型を使ってるんじゃないかとか、どっちが先かみたいな。注目型だけど法則型が必要でやってるのか、いつもの迷路に、そういつもの迷路に入り込んでる。なるほど、はい、その迷路好きですね隊長、はい、うん、で結局、はい、じゃああなたはどっちって言われると、はい、あなたはどっちかは分かりませんってなるんですよ。あ、じゃああまり僕みたいにズーンとは来てないんですね、うん、はいはい、ああ そうだったねって、僕はここだったねっていう。そうですね、なんか、まあ、考えれば考えるほどそっちに行くっていう